サウード国王アブドゥンラビンサウードの肖像。彼は戦後捕まえられて処刑された。オスマン・サウジ戦争、またはオスマン・ワフハーブ戦争は1811年から1818 18年までのオスマン帝国エジプト州と第一次、サウード王国の間の戦争。エジプト総督、ムハンマド・アリーは初戦で勝利し、第一次、サウード王国を滅ぼした。1802年。 第一次、サウード王国はシーア派の聖地カルバラーを略奪し、5000人が殺され、イマームフサインの母病が略奪された。さらに1805年、ワッハーブ派が聖地のメッカとメディナを占領した。また、オスマン帝国の行商人がたびたび盗賊の被害にあったため帝国の財政に影響が出た。サウード王国のアミールは、オスマン帝国スルタンを否定し、 そのカリフとヒジャーズの守護者という称号の正当性を疑問だとした。このサウード王国に頭を悩まされ、さらにエジプト総督、ムハンマド・アリーに不信感を持っていたムスタファ4世は、ムハンマド・アリーを消しかけて、サウード王国を攻撃させた。どちらが敗れても得するからである。1807年12月、オスマン帝国のスルタンであるムスタファ4世は、 ムハンマド・アリーにサウード王国を潰すよう命令した。しかし、エジプトにおける戦争により、ムハンマド・アリーは戦争に集中できず、1811年まで聖地のメッカとメディナを奪還できなかった。戦争は聖地奪還後も終わらず、1818 18年9月のサウード王国降伏まで続いた。ムハンマド・アリーの子イブラーヒーム・パシャは1817年に、 指揮官の位を引き継いだ。彼は外交と贈答をうまく利用してアラビアの核部族を味方につけ内陸部のウナイザとブライダを占領した。ここまでほとんどの部族を味方につけたイブラーヒームはサウード王国の首都ディルイヤへの進軍を開始したがワッハーブ派の攻撃で緩慢にしか進まず1818 18年4月にようやくディルイヤに到着した。 包囲されたディルイヤは6月に降伏、エジプト軍は入場して駐留した。ワッハーブ派の降伏は、そのさらに3ヶ月後のことになるが、ここまで長引いた理由は、エジプト軍の訓練不足であった。サウード国王アブドゥル・ダービン・サウードは、コンスタンティノープルに送られ処刑された。サウード王国の政治家は降伏の後、多くが罪を許されたが、宗教会の処遇は過烈を極めた。 というのも、ワッハーブ派の宗教家の多くは、信仰における情報を拒否し、それが脅威とみなされたためである。宗教家の処刑はまた、オスマン帝国のワッハーブ派弾圧政策の一部となった。ありがとうございます。